えっとそれではあの時間になりましたので今日のセミナーを始めさせていただきます。今日のセミナーはあの皆さんあんまりご存知ないかもしれませんが、K.O. グローバルリ,リサーチインシチュートといって昨年オープンした K.O. のあの研究所なんですね。ここであの三つの大きな柱。 安全それから創造そして長寿この3つの慶応義塾の研究をこの3つの大きな柱のもとにもう一度再構成しようという動きでまた特にグローバルな共同研究をどんどん展開しようということでオープンになりましたその第2回目のレクチャーシリーズとして今日はあのスーパーグローバルプログラムの副指導教授でもある 米国ワシントン大学医学部の今井新一郎先生に講師として来ていただきました。今井先生は皆さんの大先輩で、まああのあ、私あの薬理学教室の安井と申します。慶応の六十八回生同級生なんですけれども。 卒業した後すぐに微生物学教室に入られ大学院生に入られてそちらで学位を取得後 MIT の方に行かれまして没スそこで、まあ、今日ちょっとお話もいただくと思いますが最中院の発見をされてその後今いらっしゃるワシントン大学で独立されて今日に至っております。 まあ、あの今井先生は慶応からですね最近あのワシントン大学に医学部の学生がエレクリティブとして、えー、行かれているんですけれども行ってるんですけど。 そこの学生たちにも非常によく面倒を見てくださってこの慶応とワシントン大学の架け橋になってご活躍いただいてますまたスーパーグローバルプログラムで今ワシントン大学と国際認証研究も展開しておりまして今日お越しいただいている伊藤先生が今こちらのリーダーとしてこの共同研究もやっているところです今今日はですね今井先生の 最先端の研究内容をデータベースでお話しいただくというよりも今井先生のこれまでのキャリアこれからですねぜひ皆さん若い世代にこれからですねグローバルにリーダーとして活躍してもらいたいというそういう思いを込めて自由に語っていただければというふうに考えております。 どうもあのただいまご紹介に預かりました。ワシントン大学の今井です。安井先生、どうもあのご紹介ありがとうございました。えー、っとですね。実は今年は私は今年で在米20周年記念になりまして。あと老化研究30周年記念ということで、実はあの1987年にここの微生物学教室に潜り込んでですね。実験を始めたのがその。 老老化化研研究究の最初で,で以来30年ずっと老化研究をしてま,したでまああの幸いなことにといいますかあの喜ばしいことにようやくですね日本もこの老化とか寿命の基本的なバイオロジーの重要性というものをまあ認識していただくということになりまして実は今年 の4月に A メドからこの老化のバイオロジーのですねまあプロジェクトの公募があったんですけれどもその,まああのグループ2つ選ばれましたがその2つのうちの1つのグループでーあの研究をするということになりましてこれからですねまあ日本とアメリカをちょっと行ったり来たりする生活になるということになります。 いろいろな諸事情で,です、ね、実はその研究拠点は神戸のほうにセットアップすることになりましたので、えー、慶応じゃないんですけれども、あの神戸のほうで,です、ねまあ、これからいろいろやっていくことになりますので、であの日本とアメリカをまあつなぐ,繋ぐです、ね、パイプラインのを、まあ、これから形作っていきたいというふうにまあ考えております。この話はです、ね、あのまた少し後に戻って るることとになると思いますが今日はですね学生さんの授業というふうにお聞きしていてですねそれであの研究の話ではなくてこのこ,こにあるですね国際的にリーダーシップを発揮するために重要なことは何かとそういうことについて話してほしいということだったので実はですねここスライド一応あるにあるんですが研究の話はですね半分かそれ以下。 なんで,すね、ですからあのちょっとその私のラボの,その研究の話をあのお聞きになりたいということでいらっしゃった先生方にはですねちょっと多少あの申し訳ないかなというちょっと思ってるんですけど、まあ、あの研究の話もですね少しあのつらをでパッとできるように、えー、ちょっと終わりの方でしたいと思います。で、えー、と授業ということだったので,ですね で行こうかなというふうに考えておりまして、まあ、そういうことで皆さんにいろいろ質問させていただきながら進めていただきたいあ進めていくようにしたいと思っておりますのでよろしくお願いします。それでですね、えー、今日のこのまあ、主要なテーマ、国際的にリーダーシップを発揮するとはどういうことなのかということなんですが。 実はですねまあ私は長年このまあアメリカと日本まあ特にアメリカを拠点として外からまあ日本を見るという形でまあ20年間えまあ研究を続けてきまして通説に感じることがあるんですがこの国際的なレベルでこの日本をリードしていくまあ日本だけじゃないんですけれどもリーダーシップを発揮していくっていうことがですね 今ほど重要ににななっていいいいる時代はないというふうに私はとうう私思います実はこれはですね政治においても経済においても研究においても同じなんですけれども今日はですね特にまあ研究の分野を主題にしてですねこのリーダーシップというものについてあの少しあの最初お話をさせていただきたいと思うんですね。で リーダーシップっていう言葉を皆さんお聞きになるとですね何かこうカリスマ性を持ったですねあの、まあ、先天的に付与されてるといいますかそういうものを持って生まれた人がですねこう何かあるグループあるいはその集団国そういったようなものをですね引っ張っていくそういうようなイメージを抱かれる方が非常に多いと思うんですけれども実はですね トレーニングの賜物ですすなわちリーダーシップは教育可能なものである要するにそういう形でですねリーダーシップを取るあるいはですね自分からリーダーとして振る舞うということを認識するそしてその時点からリーダーとしてのトレーニングを積むそれがですねほとんどの場合は非常に重要なんです。で日本ではですねこういうリーダーシップの教育っていうものが あまり行われてこなかった今でもあままりり行われておりませんただビジネスの分野ではですねそういうリーダーシップを育てるためのまあセミナーとかですねまあコーチングっていうような言い方をしますがそういうようなものがだんだん行われるようにはなっているようなんですが研究の分野ではですねこのリーダーシップを取るということが一体どういうことなのかということはよく理解されていないのが現状です。ままず最初に一言で言でいますと 研究の分野でリーダーシップを取るということはですね新しい分野を開いてその分野を支えていくということですですからこの研究の分野でですね人世界のいろいろなもう多くの研究者の人が全員ですね重要だというふうに認識してそこに参入してくるようなそういう分野をですね自ら作り上げるとそれがリーダーシップの まあこの話もう少し後で戻ってきたいと思うんですけれどもその前にですねそもそもですねリーダーになるもしくはリーダーシップのためには何が一番重要だというふうに皆さんはお考えでしょうかこれが最初の質問になるわけですがどなたかまず最初に発言されたい方手を挙げてリーダーシップにとって何が一番重要か。 どうですかえっと気配り他の人たちへの気配りとかあとはその研究の方向性とかを示してそういうことが大事なんじゃないかと2つが気配り方向性うんそこの中にヒントは隠されてますね他にはありませんかどうですか責任感とと自自分自身と周りに対して 責任感とかです、ね、気配りこ,のこういった要素はです、ね、リーダーとしてすでに何をなすかということがある程度設定されそこに率いていく集団ないしはグループがあるということが前提になった場合には重要になってくるのは確かです。ですがそもそもリーダーとして立つために重要なのは何でしょうかどう思います 活躍する分野での基本的な知識であったり実験能力といった基礎体力のようなもの基礎体力どうですかそこからこうさらに広がっていけるような独創性とか想像力そうですね実はリーダーとして一番重要なことはですね ビッグピクチャーというふうに私が名付けているものです。言うなれば、ビジョンです。何を示すか。気配りがあってもですね、それから責任感があっても、それから非常に知識や才能があってもですね、全く間違った方向に人を引っ張っていってしまうということはあり得るわけです。要するに、その人が掲げているビジョンは何か それは、その集団、何種はグループ、国でも何でもいいですけれども、そういう人たちにとって、本当に重要なことであるのか、その人についていきたいと思うことかどうか、これがですね、一番重要なことです。そうでないとですね、どんなにたくさんの人がその人についていってたとしても、鮮度を多くして船、山に登るという言葉がありますが、全然見当違いな方向に行ってしまう。 でこれはです、ね、世界の歴史を見ると、まあ、リーダーと目された人でもです、ね、その国を壊滅的な方向に引っ張っていってしまったような例というものは、まあ、独裁者と言われているような人たちはです、ね、そういう例に埋虚にいとまがないわけですけれどもあの多々あるわけです。ですからビッグピクチャーと私はそれを言うんですけれどもどういうコンセプトを持ってそして 何を実現しようとするかを明確に自分の中に持つということが重要だということです。で、それがはじあった時にですね、初めてあの人たちがまあ、研究者でも一般の人でもどういうグループの人でもいいですけれども、これは重要だとこの人の掲げているコンセプトを考えは重要だ。だからこの人についていって ですからまずですねそのリーダーシップを取るといった時にまず考えなきゃいけないことはですね一体この世の中でもしくは自分が何かを成していく上で何をするのが一番重要なのかということをですね考え抜くことですでこれは研究者のにとって言えばですね一体何を研究すればこの人類の 知,ですよね、知識知に貢献することになるのかということを考え抜くことです。まあもちろんですね最初からあのウエスタンブロッドでもあのホールジノブシークエンシング r n s ックでもチッ,クチップでも何でもいいんですけどそういう方法論にバーッといっちゃう人っていうのはまあ,あの世界を問わずどこでもいます。方法論は重要なのは間違いありません。ですが そういういその何かを始める前に自分がどんな研究でもいいんですけど始める前にですね一体これから自分がやろうとしていることそれから自分が解明したい知りたいと思っていることがそのどんな意味があるのかどんなそこに何があるのかということをその時点でできる限り考え抜くということが非常に重要だということですね。でですからこの私がビッグピクチャーと呼んでいるこの いわゆる概念ですねこれをどうやって掲げられるかがまずキーになるわけです。でさらにこのビッグピクチャーというのはじゃあ何なんだっていうことなんですがこれはですねこの既存の知識とか既存の思考の枠組みでは解決できないものをビッグピクチャーとして掲げるということがもう一つ重要になってきます。いうのは今ある知識で 容易に類推できることはですね大体皆さんがリーダーとして立ち上がらなくても相晩誰かが解決しますというのはそれはすぐにですね予想がつくからですですけど例えばですね今から30年前老化のメカニズムを解明するっていってもですねまあ笑われるのがオチでそんなものどうやってやるんだっていう話になるわけです。要するに ほとんどの人ですね、まあ、9割9分の人が聞くと重要だということは分かるそうです、ね、老化の問題はすべからく私たちそれから生きているこの生物体にとって非常に重要な必ず起こる現象として非常に重要な問題なわけです。ですけどそれにどうやって取りかかったらいいか分からないどうやってアプローチしたらいいか分からないしかしそれが解明できたとするならば非常に重要だということは分かる。 これは別に科学者じゃなくても分かるわけですでそういう問題を今設定できるかどうか皆さんの頭の中でそういう問題を考えることができるかどうかこれがですねビッグピクチャーになるわけですそこに到達する道は今すぐ全てが分からなくてもいいんですそれはしょうがないんですそれはさっき言ったように思いやりを持ったり責任感を持ったりですね知識を深めていくことで例えばグループとしてチームとして ここれから解明してけけることになるとなわけですねですけどまず誰かがそういう大きな問題設定をしなければならないそれを言ってそれをやるんだと言って立ち上がることがですねそのまずリーダーシップの始めになるわけですそれがビッグピクチャーということなんですねじゃあそういうビッグピクチャーを考えることができてそのリーダーとしての一歩を踏み出したというふうに考えたときにですね その次にいくつか重要になってくることがあります一体そのコンセプトを掲げたとそれを重要だと思ってついてこようとする人たちも現れたとしたら次に重要になってくることは何でしょうか何ですかなんだと思いますかメンターメンターですら どうしていいか分からなかった場合は教えようがないですよね。さて、他には。信じる力とか、あとまず、あとそれのベースになる知識。信じる力、確かに、くじけそうになったときは、自分がやってることをが正しい、あの意義があると信じ続ける、それは確かに重要です。ですけれども、 リーダーとして必要とされる能力として重要なことについて考えていただきたいんですがどうですかえっとついてくる人たちが離れないように,常に何か課題を設定することそうですねそれはですねあのえ,え次くらいに重要なんですね今 <laughs> どうですか その自分の考えをみんなに。理解なんていう、理解してもらって<ー>。って近づい。なんですけど、何でもいいんですか。どんな考えでも、どんな順序でもいいんですか。どうなったか。その思いついた考えが。いかに重要であるかをプレゼンする能力。そうですね。これはですね。 まずこのリーダーシップの要件っていうものリーダーシップをとる,る際に重要なことをこれから3つお話ししたいと思うんですがでこれはこの順番で重要なんですが今のポイントでプレゼンするかもちろんプレゼンすることがていうか伝えることが重要なんですけれどもプライオリタイゼーション要するにいろんなリーダーこういうビッグピクチャーを実現しようとするときに いろんなことをやらなななきゃいけないいけけわですよねいろんな課題が出てきますいろんな困難が出てきますだけどそれをどれもこれも手当たり次第やろうとするとですね大体物音はうまくいきませんというのはどれも重要そうに見えてもですねどれかその中で一番今やらなければいけない重要なことっていうのがあるわけですでこれがですねプライオリタイゼーション要するに重要度の を常に考えて何が一番重要かを考える能力が重要なんですね。ですからまずこのリーダーシップの要件の第一はこのプライオリティゼーションですね。プライオリティをつけて考えるこれが非常に重要になってきます。要するにですね、まあ、皆さん考えてみるとすぐわかると思うんですけど、自分の上に立って引っ張ってるグループのリーダーがですね常に あれこれあれこれ違うアイディアとか考えを口にしてどれが重要かわからないような状況になった時そういう人についていきたいと思うか多分思わないと思うんですよ。この人はなんかいろんなことを言うけれどもどれを重要だと思ってやってるのかわからないじゃないかとそうするとだんだんですねそのいわゆるフォロワーまあというかそのついていく人たちはそういうボス を持っていうのは自分が何をすればそのグループに貢献することになるかはっきりと明確につかむことができないからですですから最初にやらなきゃリーダーが取らなきゃいけないのはですねこれは実験とか研究でも全く同じです。 いろんな実験いろんな可能な実験があるわけですけれども一体自分が解決しようとしている問題に関してどの実験をやることがその自分が考えている仮説なりストーリーに関して最も重要なのかを考え抜くことそしてそういう実験を設定することそれがですね絶対的に重要になってくるわけです。ですから最初の要件はですねプライオリティをつけるプライオリタイゼーションと。 いいうふうふに言っていますじゃあプライオリティをつけたと物事を順位に立てて、まあ、考えるように、まあえー、設定したとじゃあ次にですね重要になってくるのは何でしょうか実際それに向けてどう目標をクリアしていくかの計画というか、まあ、人とかお金とか。 あちなみにあのスタッフの方ですね、学生ですよね、はい、<laughs> 素晴らしい、そうなんです、最初あの、人っていうふうにおっしゃいましたけれども、ここでさっきですねあの、プレゼンするっていう言葉も出てきましたが、プライオリティを設定したらですね、やはりそれを、その自分が率いていく人たち、グループの人たち、チームのメンバーと共有しなければいけません。そうするとですね、コミュニケーションを取ること。要するに リーダーダはですね自分1人だけで大きな仕事をやり遂げることはでできないわけですやっぱり自分についてきてくれる人その自分に協力してくれる人自分が一緒にえ働いている人たちと協力し合わないといけないもしくはそのグループの人,人たちじゃなくてもですね自分の目標を達成するために必要な技術とかですね知識とかそういうものを他から得てこなければいけない例えば共同研究なんかそうですよね。 ですから次にはですねこのコミュニケーションをとるということが実は非常に重要なんですけどもそのこのコミュニケーションをとる部分がですねスポット抜けてたりですね十分にできないケースっていうのが最近は非常に多いこれはですね例えばあのソーシャルネットワークもそうですし e メールもそうですが非常に便利なんですがやはりですね そのリーダーが何かをやり遂げたいと思ったらですねそれを自分の口で,ですねその人の前できちっと説明してあげないとやっぱりあの E メールとかああいう限られた文字数の媒体ではですねそういう思いとかですね情熱とかですねその重要性とかを十分に説明しきらないということは多々あるわけです。ですからそういう時はですねどんなに遠くても大体の場合はですね実は歩いて10分も行けば。 あのすぐあの行けるような場所の人でも E メールを送ってしまいがちです現在の社会では。だけどもそういうことをせずにです、ね、時間を割いてその人を訪ねてそして自分が一体何をしようとしているのかそれはなぜ重要なのかそしてそれをどんなさっき言ったあのビッグピクチャーのもとに自分は実現しようと思っているのかそういうことをです、ね、きちっと説明するとそして理解してもらうローを取る。 これがですねでからコミュニケーションが取れないリーダーはありえないもしくはコミュニケーションを取れない人がリーダーになろうとするとですねそのグループに非常に大きな災難が降りかかるわけです。というのは中のコミュニケーションがバラバラになりますから当然ですけれどもそのリーダーについていかないっていうことを決める人たちも出てくるのは仕方のないことです。 ですからコミュニケーションはですね非常に重要なんですねもちろんそれはさっき言ったプライオリティが定まってこそコミュニケーションをしっかりとるということが重要になりますこれがさっき言ったプライオリティが定まらないにもかかわらずいろんなことをですね次から次へ次とコミュニケートしようとするとですね今度はそのこの人は一体何を考えているのかっていう疑問を生じることになりますし実際その通りなわけですねですからプライオリティゼーション コミュニケーションこの順に重要なわけです。さて次は三番目。実は先ほどこちらの先生かがちらっとおっしゃったことにこの三番目の鍵があるんですけれども、次に重要になってくることはどんなことでしょうか。どうですか <laughs>。じゃ若い方ということなので、じゃこの後ろの方。分からないです。 えー、そのフォロワーとみんなで、まあえー、問題解決に必要な、まあ、パワーとか物資とかを集める。いいね、あのスタッフの方ででですすすねあ学生さんですかあいあはいい素晴らしいそうです要するにプライオリティが定まりコミュニケーションが取れたらです、ね、次は実行の段階に入るわけですエクゼキューションなんですけれども。 実はそのためにはですね先ほど物とか物資っていうお話がありましたしまあ必要な知識もそうなんですけれどもその実行するためにですね必要なものをオーガナイズしないといけないですから3番目はですねでこのオーガナイゼーションの能力が非常にやはり重要になってきますでここでですねオーガナイズする際に非常に重要なのはですね 期限を切るということですいくらですね金もあるものもあるといってもですねそれを例えば1年先2年先までダラダラ使うとかですねその計画性もなしに使うこれはですねそのプロジェクトそのものがやはりうまく動かないという事態を招くわけです。ですからオーガナイズして必要な物資お金、まあ、研究でしたら研究費もですね そういうものを得るということになったらですねそれをいつまでにやり遂げるのかという期限をですねご自分で切るもしくはそれをその期限をですねその自分のグループの人たちと共有するこれが非常に重要なことなんですですから今もう一度申し上げるとこのリーダーシップこのビッグピクチャーを持ってですねそれを実現していくためにプライオリティゼーション コミュニケーションそしてオーガナイゼーションこ,れこの3つがこの順番で重要だということなんです。で実はですね私のラボではそのこういうリーダーシップっていうことを特に強調するわけではなくてですねこの3つを常にあの例えば学生さんでもポストドクの人でも他のスタッフのサイエンティストの人でもこの3つをですね自分の研究にアプライするような形で まあ研究を進めるようにあのしなさいというふうなトレーニングを施しますでうちのラボではですね年に1回アニュアルアセスメントミーティングっていうものがあってこれはですねアニュアルアセスメントってその人の能力をアセスするんじゃなくて向こうが私をアセスメントするミーティングなんですけどもその時にですねいろいろなその人その人の状況を把握するのに必ず私がですねその自分のこのプライオリタイゼーション コミュニケーションそしてオーガナイゼーションのこの3つのカテゴリーで例えば今年1年去年1年はどれが一番改善されてもしくはうまく実行することができてどれが最も欠けていたと思いますかみたいな話を必ずします。そうするとですねこういうトレーニングをですね積むとそれが自分の中に癖になります。癖にになって常にですね 毎日のようにプライオリタイズしてそれに必要なコミュニケーションをとってそしてそれが終わるとそれを実行するために必要なですねえプロジェクトを自分でこのであのまあこれはあの自慢とかそういう意味で言うんじゃないんですけれども私がですね日本に来てそのまあ普通の通常の研究のトークをして。 最後にラボの写真をまあ出すすんですよそうするとうちのラボはですねだいたいちょっと前一番少なくて5人くらいで今7人くらい増えても10人くらいですそれでですねその一番終わった後にどこに行っても言われることが何かというとですねこの人数で何でこれだけのことをできるんですかって聞かれるんですよ。でそれはもちろんですね あのワシントン大学の場合は非常に高ファシリティが充実しているので自分のラボで全部それえなくてもいろいろできる、まあ、これは当たり前の答えなんですけれども実はですねその背景にある重要なことっていうのはラボのメンバーの一人一人がこの3つを実践してるってことなんですプライオリタイゼーションコミュニケーションオーガナイゼーションこれはです、ね、私が彼らに言うんじゃないんですよ。私はその3つをどうしててますすかって聞くだけです だけど彼らが自分でそうやって一人一人がそれを実行して自分のプロジェクトを進めようとするのでそういうことになるんですねじあの自動的にというかですからこれはですね研究の分野でリーダーシップを取るという時には当然このビッグピクチャーがですねその研究のまあ要点になってくるわけです。どどれれほど重要なここととででありりそがが分野を作り上げることができるき そこから先はですねその自分でリーダーになると自分で新しい分野を開くというふうに決めて研究に臨んだ時にですね今あの申し上げたプライオリタイゼーションコミュニケーションオーガナイゼーションの3つをですね毎日のように考えて実践するこれがですね非常に重要な結果をもたらします。 これはあのもううちのラボでですね繰り返し繰り返し16年以上にわたってあの実践されてきたことであ,の、まあ、ある意味であの実プラクティカルにですねあの実証されてますのでぜひあの皆さんそういう形でですね考えて研究を進めるように、えー、してみていただきたいんですね。であもう5時になってしまったそれで えとあともうちょっと時間を使ってです、ねで、こういうことはです、ね、もちろんそのご自分でやられることの中に入ってくるんですが、それと同時にです、ね、このビッグピクチャーを共有していく、要するに世の中に向かって、まあ、研究者のコミュニティに向かって、あるいは一般の人たちに向かって発信していくということが非常に重要です、これはです、ね、私の意見では、研究者の責務だと思います。 これは何もですね例えばあのタレントみたいにテレビとかですねそのメディアに出まくって何かしゃべるそういう意味じゃないですそうじゃなくて世界の人々に自分がやっている研究がいかに重要で未来を変えうる能力があるものかということをですねちゃんと話し,話しかけている相手が分かる言葉で話すということです。これは研究者として 研究を続けるのであれば、絶対になくてはならない能力です。で、その際にですね、あのどうやってじゃあそういうことをしていけばいいんだということになるんですが、実は最後にですね、ここにまああの学生の方とか、ポス所クの方もたくさんいらっしゃるので、トークについてちょっと今お話したような観点から述べていきたいと思います。実はですね、このトークですね、まあ私もいろんなところに行って。 まあ研究の普通の研究のトークをするわけですけれどもこのあとそれは学会とかですねシンポジウムでのトークがありますでこのこれらのトークはですね実は非常に重要な機会なんですねビッグピクチャーを世の中に伝達する非常に重要な機会ですじゃあ何がそこで重要なのかそのトークをですね非常にあのサクセスフルにしていくためにはどういうことが重要なのか 実はこれがですね先ほど申し上げたリーダーシップの条件というか要件とですね非常に重なるところがあるわけです。でそうするとまず第一にくるのがビッグピクチャーということになります。で当然ですねそれぞれの方がそれぞれの、まあえー、状況でラボで、まあ、テーマを持っていろんな研究をされてでそれはですね、まあ、ある程度変えらそんなに変えられないということもあるわけですよね。 ですけどもその時にですね考えていただきたいのは私がテーマティームと呼んんででいるものなんですねこれ何のことかわからないと多分思われると思うんですが例えば例を挙げます私のところでですね10年近くあの、まあえー、研究をしてですね今あの名古屋のちょっと郊外にある長寿犬っていうところで、えー、PI になってですね自分のラブをあの。 持っている佐藤明子先生という方がいますこの方がですね、まあ、まだポスドクで最初の大きな舞台であの講演をした時にですねまずその講演の基調を考えなさいとそれがテーマなんですが、ね、ティーム」って言ってることなんですがで彼女の場合はですねいろいろ考えた結果設定したのはですね「チャレンジ」 っていうテーマでしたでもう一つはですねこれはあの伊藤先生のところのご出身で非常に優秀な吉野この方がですねちょうど東京あちょうどあの東北の大震災のすぐあとくらいにです、ね、北海道で大きな公演に行かれたことがあってですねその時はそのテーマをですね「希望」に置きました。 いその彼の講演の内容自体が糖尿病というものを考えていく、糖体者を考えていく上で、非常にこう希望を投げかけるような、そういう内容であったということと同時に、その当時のまあ日本の,その状況ということから、希望というものをテーマにするこれはですね2つの例で何を言いたいかというと、その自分の,そのプレゼンテーションの基調となるテーマを決める。 それはサイエンスサイエンスはもう今やってらっしゃることがあるわけですけれどもそれを裏打ちしてですねその発表の全体像をさらに高めて一つにこう就職させえー、と一つのですねまあ、えー、印象にまとめ上げるそういうものを考える例えば今日でしたらですね私の今日のテーマはですね活力。 っていう皆さんにですねどうやったらこの今このまあなかなか難しい状況になりつつあるこの日本の研究の状況でですね活力を持って研究をしていくことができるかということがテーマになるんですがこういうものを考えるんですね。でこれがこれはですね何でそういうことが重要かっていうと研究の内容っていうのはですねあの。 どういうふうに伝えるかによって印象が随分変わるもんなんですね。ですからもちろんデータががそのままま語る部分これは当然ながらありますしかしそういうデータのプレゼンテーションをですね聞く人たちにとってどういう形にパッケージしてプレゼン,テプレゼンするのかこれがですね先ほど言ったビッグピクチャーに あの結びついてくるわけです一体何を実現したいのかそのトークであなたが要するに一人一人のスピーカーは何を実現したいのかでその時にそのテーマがですね自分が掲げているビッグピクチャーに結びついていくようなものであればさらにいいわけです。でこういうテーマを決めてですねじゃあ何をするかっていうと例えば吉野先生の時はですね希望だったわけです。希望を表すす色ってご存知ですか 先生希望を表す色ご存知ですか。映画のタイトルにあるんですけど、幸福のなんとかって黄色いそうなんです。実はオバマ大統領がですね二期目に就任するときにあの,あの奥様は黄色のドレスを着てらっしゃったんですがあれは明らかにですねその希望を 強調するためのカラーコーディネーコネトですで吉野先生はあの例えばスーツとかジャケットとかどういう色の持ってるのって聞いたらいや紺のダークの紺のやつしかないですっていうことだったんでじゃあ,あの今度の週末に奥さんと一緒にちょっともっと明るい色の,あのスーツっていうかジャケットを買いに行こうっていう要するにですね そういこういう話をするとそんなことをくだらないんじゃないかっていうふうに思われる方もいらっしゃると思います普通だったらそうなんですけれどもこれはポイントはですねこのテーマが定まった時にこうやって私が例えば皆さんに向かって話してる時に実はですねこれは私の話を皆さん聞いているだけじゃなくて目とか耳から全て体の五感からですねこの私のトークの全体のインプレッションを受け取ってらっしゃるんですね。ですかからこのカラーとか それから、この身振り手振り、こういったようなものは全て。先ほど言ったプレゼンテーションを作り上げる上で重要になってくるわけです。ですから、うちの場合はですね。まずテーマが決まったらそういうカラーコーディネートをします。女性だったらメイクの話もします。それでその上でですね。徹底的にこの声のトーンのコントロールの仕方身振り手振りの仕方。それからどのくらい？ 視線を聴衆に向けるかそういったですね徹底的な訓練をします。これはですねほとんどもう俳優とか芸人のですねこのトレーニングと同じですですけれどもそれはですね私の意見はトークもしくはこのサイエンスの発表というものは総合芸術です単にデータを発表するだけのバズはありません しかもそれをより広くいろんな人たちに伝えようと思ったらですね自分のサイエンスの内容がどういう印象とともに聞いている方々に受け取られるかこれが非常に重要になってくるわけですしかもですねほとんどの場合トークというものは一期一会ですからその場にいた人がまた次にそのあなた方の発表を聞いてくれるとは限らないわけですですですから一発勝負なわけですじゃあ一発勝負で 聞いている人にある特定の自分が望んだ印象を統合総合的に与えるにはどうしたらいいのかこれがですね先ほど言ったビッグピクチャーとそれにつながることに全部共通性を持ってくるわけですですからビッグピクチャートークの場合はですねビッグピクチャーの代わりにティームを考えるそしてプライオリタイゼーションというところでは自分のこの えーとカラーコーディネーションから、もちろんです、ね、そのデータのどうやって、えー、並べて発表するか、実際はです、ね、私のところでは、データの蓄位置はです、ね、もはやもうその時点では当然出てるわけですから、それをどうやってロジカルにプレゼンするかっていうようなことに関してはサジェッションしますけれども、蓄一ですね、データの細かいところまでこうしてあしてっていうようなことはあまりやらないわけですね。 もちろん分かりやすいスライドを作るこれは日本の場合にはいろんなノウハウの本が出てますからそういう本を読まれればいいと思いますがそういう本をいくら読んでもいくらスライドを作り込んでもですね例えば日本の学会等に来てよく見る例はですねこういうふうに話すんではなくてほぼ話してる間ずっとス,ライこのスクリーンを見てレーザーポインターを持ってこういうふうにして話してるこれは私の意見では最悪です。 っていうのは聴衆はこちらにいるんであってあっちにいるわけじゃないわけですよ。で話しかけるのは一人一人の聴衆の方々ですからですからまあ英語ではちょっと違った言い方になりますがあのいわゆるお客様は神様ですっていうような考え方に通じるものがある要するに視線をちゃんと聴衆に向けてしっかり話すこれがだからコミュニケーションにつながってくるわけです。 トークはコミュニケーションですからちゃんと聴衆の方を見て語りかけないといけないそして最終的に全体をどのくらいの時間でどのような内容でえですから期限を切るっていうのがありましたが大体いいこれで何分で話すっていう中にですね気象点結を込めないといけませんっていうのは例えば映画でですねいくら美しいシーンがこう流れている映画でもですねもし そればっかり1時間ずーっと流れてる映画だったら多分皆さん間違いなく寝てしまわれると思うんですよね。で事実ですね多くのトークこういうふうにまあ眠どうしても居眠りをしてしまうこれはまあ普通にあることで私もそういうことは起き、まあ,あります。ただですねポイントはそういうクライマックスをきちっと自分のトークのクライマックスは何かをきちっと考えることです。 そ,それはもう常に何て言うかあのアクションシーンが最初から最後までベべつ幕なしにあるような映画と一緒でそれはそれで面白くないですからクライマックスはですね1つ短いトークなら1つ1時間くらいのトークなら2つでそういうクライマックスをどこにするかどのデータのスラインでクライマックスを え作るのかといったようなことが決まったらですね今度はそれに向かって声のトーンをもしくはしゃべる調子をですね変えるコントロールするそういう訓練をするわけですそうするとですねだいたい声のトーンをですね例えばみたいなふうに上げるだけでハッとこう起きてその大事なところをしっかり聞いていただくっていうようなことがですねちゃんとコントロールできるんですね。ですからこの全てこん 研究そしてそのビッグピクチャーを実現するためのプレゼンテーションというものはすべからなくですね総合芸術ですすべてデザインし考え抜いて組み立てるそういうことが重要だということなんです。でこれをですね日々実践していろんな国際学会それから日本国内だけではなくていろんなところでですね講演するというようなことを繰り返していくとですねだんだん皆さんが あのそのあなたがやってる研究を理解するようになりますそしてそれに共鳴して面白いと思いそれを世界中で研究するようになりますですからそういう時にはですね取られるんじゃないかとかコンペティションになるんじゃないかとかいうことはですねあの心配しない。 逆に言うとすぐに話したらコンピートするんじゃないかっていうようなことが頭に上るような研究はですねあんまり新しくないということです。というのはすぐに誰でも思いつくからです。本当に新しい革新的な研究であればすぐに話してもですねおいそれとその場で追いつこうとしても容易には追いつけないですからあのむしろ逆にそういう場合にはですね皆さんにデータを見ていただいてそして広く 共有有してディスカッションすする方が倍倍も1000倍も有利なわけです情報が入ってきますからね。ですからそういう形によってですねそのリーダーとして成長していくそれを自分に心がけるこれがですねおそらくこれからの日本に非常に必要なことだというふうに私は考えているわけです。 でここまでですねちょっと漫談気味の話はちょっとピリオドにしてさっとちょっとその最近の研究をですねもうあの細かいデータではなくてこうご紹介程度にお話ししようかと思うんですがえ何かご質問のある方いらっしゃいますか何でもいいですけれどもはい。 リーダーシップを語る時に和をもって尊しとするみたいなところであの強力なリーダーではなくって周りを巻き込んだ方のリーダーの方がこういいみたいなところがあるかなというふうに理解するんですけどもそのアメリカと比べた時に日本のリーダーシップ像っていうのが何か違いがあるのかそれとも共通なのかっていうところが。 おっしゃる通りです今の点はですね非常に素晴らしいポイントで日本の従来型のリーダーは確かにですね先ほど最初の頃に思いやりとかそういう話が出てましたけれどもそれがやっぱり非常に中心的な役割をする場合が多いんですね。で今日のテーマはですね国際的なリーダーシップを取るにはどうしたらいいか。でこのタイプのリーダーシップは確かに日本では。 うまくいっていろんなことを巻き込んでできるということが多々あります。ただそれがですね、今度は国際的にそのな場に移ったときに同じ方法が通用するかどうかというところが問題なんですよ。で、多くの場合ですね、通用しないことが多いっていうのはですね、そのやはり個人主義的な色彩の強い欧米の国の場合にはですね。 その人がどういうビジョンを持ってるかっていうのが非常に重要視されるんですね。で、この和を尊んでやるっていう場合は個人のビジョンを特に強調したりシェアしたりしない場合も多いわけです。ですからこのグループとしてやる。でもっと言うと五層戦闘のような方式でやる。で、これはですね、通常物事がうまくいってあまりその方向性をですね強調しなくても。 みんなが割合この同じ方向を目指して進んでいけるような状況ではうまくいけるんです。ですから例えば日本がですね高度経済成長期だった頃それからまあバブルの頃には方向を見失ったわけですがまあそういう頃はですは良かったんですがこういうその斜用といいますかみんなが方向性が見定めることが難しいときどちらに行けば何ができるのかがはっきり分からないときにはですねなかなか難しい。 国際的なレベルでは難しいということなんですねですからどちらが良い,い悪いっていうよりもそれをあのもちろんその和を尊む能力っていうのは日本人は非常に優れているのでそれはもちろん重要なんですよコミュニケーションを取る場合2番目のコミュニケーションの要素を達成する場合にも絶対重要なんですねですから日本的な要素を残しつつ 国際的にこのなんていうか通用する要素をそこに加味するもしくはそれを全体をこうバランスをとって実行するそういうことが今求められてるんじゃないかと思います。他ににははありませんかあ、はい、えと一番最初に、えー、と今井先生は えっと、リーダーシップは教育のたまも,たまものであると。で、えっと。でも、その研究者とかは、あんまりそういうものを学ぶ機会がないっておっしゃってたと思うんですけども。今井先生自身は、どこでそのリーダーシップはどういったものかということを学ばれたんですか。それはですね、あの、正直に答えると、自分でもよくわからないところがあります。ただですね、私は、あの、いろんな分野の。 リーダーと呼ばれている人たちと親しく付き合って、そういう人たちがどうしてるかをつぶさに見る機会っていうのがかなりありました。で、それで考えることとかですね。そういうことがたくさんあったわけですね。その他に先ほど20年間外から見てました。っていう話をしました。けれども、例えばまあ日本がですね。民主党の政権の時代を通って。 いろいろな困難をこう切り抜けたりまあなかなか難しい状況は解決できないで苦しんだりするのをですねこう例えばいろんな国の状況をこう比較して見てた時にですからその誰に教わったっていうようなことはないんですけれどもそうやってですねその自分に与えられた機会をフルに活用して いろんなものを見たり考えたりしていたところからですねこういうんて言うんでしょう今お話しているようなことがまあエッセンスのようにして残ってきたということでしょうかありがとうございますはい、はい、えー、っとありがとうございましたえー、っと今日の,あの最初のところであのビッグ えーとビッグピクチャーを掲げるっていうところはあの、うん、とまず最初に持ってくるということをあのおっしゃっていたとは思うんですけれどもあのそのなんていうんですかねビッグピクチャーを掲げる難しさっていうのを僕はちょっと,、うんとまあ、考えていまして、えっとまあ、魅力のあるあのビジョンっていうのはそれだけなんていうんですかねあの、まあ、過去の研究者も同じように考えてあの、うんとまあ、成功できなかったものだとは思うのであのそういう何ていうんですかね、うんと 割とこの理想とあと現実をうまくこう,うんとうまくそのなんていうんですかねえとちょうどいいえビジョンを掲げるにはどういうことを意識したらいいのかなっていうそういうご質問もよく受けますで、えー、と今学生さんですかそれとも学生ですはいそうしましたらうちでそういう質問をしてくる学生さんにやっていただくことがありますそれはですね一日一歩論文を読んでくださいっていうことなんですね それは創設とかじゃなくて幻聴で最初は何を読んでもいいですよとそれをまず1ヶ月やっていただくこれ結構言うはやすしですね行うはかしでそのちょっと調子悪くても疲れててですね一日一本読むんですよそれで1ヶ月読むとですねなんとなくその分野で何が起きているのかっていうことがなんとなくその人の頭の中に描けるっていうかなんとなく浮かんでくるようになるんですそうするとですね またもう1ヶ月あちなみにそれで1週間ごとにですね何を読んだかのリストだけ私に提出してもらうようにしてで1週間ごとに例えば何であなたはこういうものを読んでるんですかって聞くと「いやこれこれか興味があるからです」みたいな「でへーっていうことでまあそのまま読んでいただく。で次に2ヶ月目読むとですねそうすると60本ぐらい読むわけですよある自分の興味に即してそうするとですねこれ面白いんですけれどもそのくらい読んでくるとですね 頭のの中に点在しししてていたバラバララ知識が少結合してくるんですねそうすると2ヶ月目終わったところでじゃああなたが考えてる問題意識を文章化してみる要するにそれが仮説を書くという言い方をするんですけどもそういうことをしましょうって言って書いてもらうんですそうすると最初はですね大体非常に偏ってたりですね曖昧模糊としたものなんですけれどもそれを もうちょっとここはちょっと曖昧だよねっていうようなことを言いながらですねブラッシュアップしてで次にそうやりながら3ヶ月目読んでもらうんですよそうすると約90本読むこれ非常に面白いんですけどもある特定の分野何しろ自分の興味があるところの幻聴を90本を読むとですねほぼ間違いなく何が分かっていて何がその分野の困難として立ちはだかっていて 何が面白そうなのかが、その人に分かってきます。そうしたらですね。その人にここが分かってないくて、ここが分かってない上に面白いと思います。っていう答えをする人にじゃ、それ仮説にしてみたらって言って書いてもらうわけですよ。で、それをブラッシュアップすることによって、そのその人のプロジェクトにする。みたいな過程を通ることがかなり。ある 要するに今,今のご質問の学生さんでしたらぜひですね3か月間毎日一歩幻聴を読み続けてみてください。そうするとおのずと見えてきます。ののだんだんでそれをですね一旦そういう癖がつくと人間は面白いもんでどん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 読んでいくようになるのでそうするとですねあとはほっといても考えるようになるので。 大体は掘ってます。あのその読むっていうのはアブストラクトだけではなくて全部全部ですもちろん最初から最後までです。<laughs> ありがとうございます。はいはいありがとうございました。えっと質問なんですがリーダーが結果を出すためにプロセスがあると思います。でも結果出さないとまあそのリーダーとしておそらく失速疑われると思うんですがプロセスとその結果ですね。 どちらの方ががでですすかプロセスが重要ですでさっき言ったプライオリタイゼーションオオーーーガナイイゼゼシショョンンプラリタコミュニケーションオーガナイゼーションをきちっとリーダー本人が毎日のように自分に問いかけてやれば結果が出るということはありえない。というのはもしその結果何も結果が出ない状況に陥った場合はそれはプライオリタイゼーションをどっかで誤ったということなんだと思います。 <本>もちろん、その問題が要するに、その今の現時点の技術と得られる知識では解決不能であったとっいう可能性もありますただ、ほとんどの場合にはそう仮に最終的な回答はそうであってもそれ前に分かってくることっていうのがあるじゃないですかですから、必ず結果は出るんですよねで、おそらくです、ね、こういうプロセスを通った場合に 例えば10やったうちのうち9は失敗の結果としては出ないってことはこれはもうサイエンスではつきものですからあり得るわけです。ですけどその残り1がね本当に今のプロセスを常に通ってきたものであればですね必ずあの重要なというか誰が聞いてもですねそれは重要だっていうような結果が大なり小なり出ます。ですからそれを きっちり報告するるとこになるわけですですからそういう意味ではプロセスですねだから逆にですね結果を出すことをはやってこのプロセスをないがしろにするとさっき言ったようにプライオリジャイゼーションをよくやらないままに自分のラボのメンバーを動かしてですねで適当にオーガナイズもまあ期限も切らずにのんべんだらだらやるとですねあの変な結果しか出ないやはりその本当に意味を持った結果がきちっと出てこない。 ということはあります。ですから、これはですね。ほとんど毎日のように自分にそういうことを問いかけて、毎日のようにその修練させていく限りは結果が出ないということはないと思います。ありがとうございます。プロセスの延長線に結果があるってことですね。はい、はい、やる気が出ました。ありがとうございます。 ですからその時にですねさっき自信とかですねそういう何て言うんでしょうあの忍耐力とかそういうものが重要になるんですよ例えばやっ,てもやってもうまくいかないまあうちのラボもそういうことがたくさんあるわけですけどその時にはもうこれはだめかもしれないって思うことがあるわけですよですけどその時にですねその人の能力とやっている情熱を信じてやらせ続ける。 ただその時にはですね、当然、さっき言った三つを厳しく評価することによって。プロジェクトを、ある一定方向に保ってないといけないわけですけど、そうするとですね。結果は、出てきます。あ、もう半なっちゃいましたね。どう、どうします?。十分くらいいいんですか?。じゃあですね、あの、せっかくなんで、あの、ちょっとだけ、あの、研究の話を。で、今日はですね、実はこの。 用意してきたスライドっていうのはこの脳と脂肪のコミュニケーションっていうそういうスライドを用意してきているんですがちょっと時間の関係でですねこ,のあのああこれだけお見せしましょうかねこれ非常になぜですね日本でそんなに老化寿命研究が重要かっていうとこれ実は1970年の人口分布図なんですね。これ三角形になってるんですよ 老人がこんなに少なくて子供がこんなにこれ第一次ベビーブーマー第二次ベビーブーマーなんですねでこれがですね2010年にはこんな風になって樽型になってここ100歳以上のお年寄りが増えつつあるのを見て取れると思うんですがこれがですね2050年になるとこんな風になるというふうに予想されているわけですもう非常に多くのお年寄りが出てきてしかも日本の場合は少子化のために この逆三角形のような人口分布になるということが予想されているわけです。こ、まあ、これはです、ね、皆さんんもう戦国ご承知のことなんですよねじゃあ日本はもう望みが全然ないのかというとそうではありませんでというか私はそういうふうに考えておりませんで実はその鍵がです、ね、ここにあると思ってるんですね。これ内閣がですね5年ごとに高齢者の生活と意識に関する国際比較調査というものをしています。 でこれはですね日本を含む5か国のご老人にいろんな質問をしてそれを集計したものなんですけれども日常生活における援助の必要度っていうものをいろいろ聞いてまとめた結果の中に全く不自由なく過ごせますっていうお答えをしたお年寄りの割合が日本は9割くらいこれ非常に高いんですねスウェーデンも高いんですが韓国はアメリカドイツと比べると圧倒的に高い。要するに日本のお年寄りは 非常に健康感が強いんです、ね、でもう一つはですね「働き続けたいですか?」で「それはなぜですか?」ということをお聞きするとですね「働くのは体にいいからです」「老化を防ぐからです」「だから働き続けたいです」というお答えをするご老人の割合が26%これスウェーデンの倍で他よりもはるかに高い要するに勤労意欲が強い。 要するに日本のご老人は健康感が高く勤労意欲が強いという特徴を持っているということが言えると思うんですで、まあ、これがどういう理由によるのかというのはよく分かりませんがもしかすると儒教の流れなのかもしれませんで私はここにですね非常に大きなこの日本の未来を考えていく上での鍵があるというふうに考えておりましてそのためにいろんなところで強調しているコンセプトがですねこのプロダクティブエイジングというコンセプトです でこれはですね私たちが年を取ってきた時にもちろん健康を保つヘルシーでいられるようにするということは当然なんですがそれに加えてできる限りプロダクティブであり続けるようにするというローエイジングを達成するということです。これは何もですねご老人に夢中って働かせ続けるっていうようなことを意味しているわけではなくてですね 個人の生活を楽しんでいただく上でもそれと同時に社会に貢献していただく上でもプロダクティブであり続けるようにしていただくそういうエイジングを実現するということですですから何もですね不老長寿を目指しているとか寿命を延ばそうとしているとかそういうわけではないわけですで。日本のの場合はですねやはやりこの社会の労働力を どううやっててこれかから供給しいいいいけばいいのかっていう問題がありますアメリカのようにです、ね、あの移民に依存してそういうことを可能にしている国またま移民の方々がいらっしゃるせいで、まあ、アメリカはです、ね、女性1人の出生率がまだ2.1くらいあります日本は今1.42とか3とかそんなもんですがこれだとです、ね、社会の健全な構造を保つことができないです。皆さんが生きている間にですね 日本は圧倒的なでその時にですねこういう健康感が強くそして勤労意欲の高いお年寄りにプロダクティブな老後を送っていただくということがですね日本の社会に対する具体的なソリューションとして非常に重要であろうというふうに考えているわけです。でこのプロダクティブエイジングを実現するためにはですね 徹底的に理解してその上でですね方法論を編み出す必要があるまあ日本の問題はですねそういうことを全くせずにいろんなですね本とかそれからサイエンティフィックな根拠が薄弱なサプリとかがですね大量に出回ってるこれが問題なんですねですから私たちの研究のゴールはですねプロダクティブエイジングを実現する。 そのために、老化寿命のメカニズムを徹底的に理解するということになるわけです。で、そのために私たちのラボでは基本的な疑問を3つ設定しておりまして。まず1つはですね。哺乳類、一体、私たちの体の中に老化や寿命のプロセス、そして寿命を決定するようなですね。そういう役割を果たす主要な臓器や組織というものが存在するのかということです。 でこれは実は線虫とかハエといったような生物ではある種の感覚性のニューロンががそういうういいいいこことととをしててるということが知られていますでは哺乳類でではどううなのかということいこすねそしてそういういわば老化のコントロールセンターというふうに呼びうるような臓器や組織があったとしたならばそれらはですねどうやって他の臓器や組織とコミュニケートすることによってこの老化寿命の制御を果たしているのか。 そして、それらにはですねどのようなシグナル伝達系や制御因子が関わってきているのか、これが私のラボで設定している3つの重要な疑問になります。で、これをですね、16年間いろんな形で追い続けた結果、実は2009年に提唱したモデルというのがここに挙げました、エネリワールドというふうに名付けたモデルです。で、現在、2.0が出てますので、このオリジナルに1.0をつけてるんですが、これが2009年です。 でポイントはです、ね、この NAD ワールドは老化寿命の全身性の制御を行うシステムあるいはネットワークに与えられた名称であります。でこの NAD ワールドは NAD 代謝そして生物学的なリズムそして老化と寿命の制御という3つの要素を結びつけるそういう制御ネットワークです。 そして2つの重要な要素からなっておりまして1つは私たちが非常に集中的に研究を進めているサートゥインと呼ばれるファミリーのタンパクの1つであるサーーティーワンという因子でこのサーーティーワンはですね NAD を使ってタンパクの脱アセチル化を行うという極めてユニークかつ重要な働きをしますまあこれががですね私が2000年に MIT のレニ・ー・ギャランティと共に発見したですね非常に重要な酵素活性だったわけですが例えばいろいろな臓器でですねこの31は NAD を使って代謝の制御に非常に重要な働きをしています。で NAD を使う絶対的に必要するということからもう一つ重要なのがここに挙げた NANPT と。 いうふうに実はこれはですねニコティナマイルフォスプライバスリ・トランスフレイズという非常に長い名前の NAD 合成系の酵素ですがこれが重要になってきますで簡単に言うとですねこの31と NPT が両方で協調的に働いてですねこの NAD ワールドのシステム全体を投与するというのがこの NAD ワールドの概念の骨格だったわけですで以後ですね 非常に多くの優秀な大学院生がここに挙げている写真の人たちはみんな大学院生です。で、この彼、彼女たちがですね、このギーワールドのディテールにわたって、非常に素晴らしい研究を行ってくれた結果ですね、この概念は2.0に進化いたしまして、それを発表したのが去年、2016年になります。 でこの2.0の重要なポイントはです、ね、ここに挙げた3つ最,最低ですねこの3つの臓器組織がお互いにコミュニケーションをとることによってこの老化寿命の制御システムが成り立っているという部分ですねこれ面白いのは、まあ、プライオリティプライオリタイゼーションコミュニケーション でこれ全体の細部がですねオーガナイゼーションという形でまあこういうところにもですね結構、さっき言ったようなことが実際のサイエンスにもまあ応用できるというようなまあそういうことも言えるわけですがここで重要なのはですね今日は時間もないので本当に重要なポイントだけお話しますがこの2013年にですね実は視床下部がこの老化寿命の制御のコントロールセンターとして機能しているということを証明したわけです。 でそこにです、ね、このサーティワンというこのサーティンのファミリーのメジャーなです、ね、一員が重要な役割を果たしているということを明らかにしたわけですで実はですね最近分かってきたのはこの視床下部のワンに十分な量の NAD を供給するためにはですね脂肪組織が重要だとで実は脂肪組織はですね血液中にこの先ほどお話したナン PT という酵素をですね 積極的に分泌してるんです。実は私たち人間の体の中、また血種類の血液中に非常に大量の NPT がですね循環しています。で、それはなぜかというとですね、この脂肪分の NAD 合成を維持するためなんです。ですから皆さんの脂肪はですね非常に重要な役割を果たしてるんですね。で、これがですね。 実はその視床下部が重要だっていう研究結果の元になったデータなんですけれども脳だけでこの31の機能を強めたマウスというのはですね長寿になるしかも老化が遅れると非常に顕著に遅れるということが分かったわけですでこの仕事をですね行ったのはここに写真が出てます佐藤明子先生だったわけですねで メスがですね16パー、えー、っと中間寿命が16%パーセントオスは9%パーセント伸びるんですが例えばこの16%パーセントっていう数字はですねあえて人に換算するとここにいらっしゃる女性の方々がですね大体人生の後半に13年から14年余分に生きることができて平均が100歳になるっていう数字ですですからこれいかにあの有意な数字かが分かっていただいてけると思うんですがであこれは面白いんですけど今ちょっと。 時間がなないいいので申し訳ない飛ばさせていただきますそれでこの分かったことはですねこの腫瘍株部特にですねこれ腫瘍株部の中でもドルゾメリアルハイプトラムスラテラルハイプトラムスって2箇所でが重要なんですがそこの神経細胞の活性制御にですね31が重要なんですねでそのここで神経細胞が活性化されるとそれは一つはですね交感神経系を通じて,通じて 骨格筋を刺激すするように働きますその結果ですね身体活動量の上昇体温の上昇酸素消費量の上昇といったようなことが起きますでもう一つはですね睡眠の質の維持という形で働いておりまして実はブラストマウスは老化してもこういった全ての要素が、えー、普通のコントロールのマウスよりも高いそういう特徴的なマウスになりますその結果ですね老化の遅延と寿命の延長が起こるということが 分かってきたわけで,すでこれはですね一例ですけれども実はですねこれブラストマウスっていう脳ので31を高めたマウスとは別にですねこの31というタンパクを脳の DMH と呼ばれる主相株のですねさらに小さなその31が働いている領域にですね31を強制発現するウイルスを打ち込みますそれで強制発現します。でこれはですね1レゲンツ例のマウス。 つまり人でいうとですねそうですね60代後半くらいのマウスですねそうするとマウスっていうのは観覧車をくるくる回すのが大好きで夜行性なので夜回すんですねでこのくらいの年になっても回すんですけれどもここにですね31を入れてやりますとこの赤い線のレベルのこれはなんとですね34ヶ月例のマウスのアクティビティのレベルです要するに DMH っていう非常に特異的な 視床下部の領域で31の機能を強めてやるだけで身体活動量それからあと体温も1度このように老化に拮抗するような作用を確実にもたらすことができるということが分かってきたわけですでここに戻るとですねまあこういうわけで今現実はですねこの視床下部に非常に特異的なサブセットの神経細胞群があってそれが 老化と寿命のコントロールに非常に重要だということが分かってきまして実はこれからですねその神戸の方でセットアップするアボではではその一個一個の神経細胞をマウスが生きたままですねレコーディングその活動をレコードしてですねその活動量によってもし活動量が落ちたらですねそれを刺激することによってエイジングの例えばフェノタイプをまあ改善するというような。 そういういプロジェクト神経,を神経特定の神経細胞を直接制御することによって老化度の寿命の制御を行うというようなプロジェクトをですね始めようとしております。で実はその NAD が重要だっていうことなんですけど実は私たちの体の中ではですね NAD はビタミン B3 から合成されておりましてその時にこの NPT っていう酵素が このニコティナマイでモノニュークリアの態度 NMN と呼ばれる非常に重要な合成中間体を作ります。でもう10年以上も前にですねこのナンピーテ PT の活性を上げると NAD が上がって31の活性が上がるとこのパスウェイがですね31の活性制御に非常に重要だということをまあ証明してたわけなんですが実はですね先ほどお話ししましたようにこのナンピーテ PT は脂肪組織がですね 特異的ににこの血中に分泌してるんですでこの血中に分泌されたエクストラセララー難 PTE 難 PT と呼ばれているものがこの視床下部のエネルギー合成を保つのに非常に重要だということが分かってきました。で最近ですねこの老化してくるとこの E 難 PT の量が下がる下がってきてしまうということも分かりまして。 ここにあの写真が出てるこの三光吉田君ですね吉田光國君彼は日本人なんですけどもう高校からですねもうずっとアメリカにいてあのうちの今 MDPHE の学生さんですが彼がじゃそれを E 難 p t 落ちないようにしたマウスはどうなるのかということを解析したわけですでえー、っとこれもちょっと飛ばしてですねあその結果だけ この、e、PT を下がらないように血中の E 難 PT の量が下がらないようにしてやったマウスはですね活動量が若いマウスのレベルに保たれているそれから睡眠の質も高く保たれるそれからインスリンの分泌がコントロールに比べてより高い状態になるそれから網膜のですねフォトレセプターの機能が高まっていてえと特にロッドと呼ばれる明暗を感じる細胞が 機能がより高いそして学習とか記憶能力が保たれ要するにですねこの体をめぐっているイナン PT の量を保つことによってさまざまな抗老化作用を示すマウスになっているっていうことが分かってきましてこの脂肪に関して言うと実は脂肪が重要らしいということはですね人では随分前から特に臨床科の間では知られてました。 さまざまな報告があってこれは欧米のケースなんですが実はですねこれ横軸に BMI ボデディーマススインデックス縦軸にえ死亡のリスクを取るとですね実はこの死亡のリスクを最低化する BMI というのはえ男の場合には24から5くらいこの例ではで女性の場合では22から23くらいで日本人の例で言うとですねこれちょっと見にくいかもしれないんですが。 男では25から27女性でも23から2 4四5要するにですねちょっと小太りと呼ばれるところにまあ英語ではチャビーっていいますけれどもちょっと小太りのところにですね私が今心配しているのは日本はですね例えば無糖食とかです、ね、低炭水化物食っていうのがまあ何あていうかいいかのような。 宣伝がなされていまして、例えば女性の方なんかの場合に、BMI が20を切るような方々が結構いらっしゃる。ですけど、BMI が20を切るような場合っていうのはですね、実は年を取ってきたときにこの死亡率がガーッと上がってくるんですね。これ女性の場合特にこれ見てください。20を切るような場合に非常にこの脂肪率が上がる。ですから若いうちはいいんですけど、年を取ってきたときに 死亡率を上げるようなさまざまなことが病気が起こってくるんですね。でこれなんでこのちょっと小太りもしくはチャビーな状態が死亡率を最低化するのかっていうのは科学的には分かっていなかったんですが今皆さんにお話したように脂肪はですねこういうその高老化作用を果たし寿命をマウスで延長させるような働きをするこういう重要な酵素をですね分泌してこれが ののコンントローールセンターの働きを維持してるわけですですからちょっと考えるとですね脂肪がなさすぎて E 難 PT の量が十分ないとコントロールセンターの機能を維持することができなくなって脂肪がのリスクが上がってしまうということが容易に考えられるわけです。ですから今この問題にですねまあえ着目してですね まあ例えばこの E 難 PT をバイオロジックスのような形で使えないかということも考えているわけです。と同時にですねこの難 PT の産物であるこのニコティナマイドモノニュークレタイドこれがまたですね非常に顕著な高老化作用を示すということを私たちは去年発表したんですがこの仕事をしたのが。 あもうちょっと変えられちゃいましたけども伊藤先生のところからうちのラボにポストドクトをしてきたこの純吉野淳先生吉野先生は2012年から独立されてですねご自分のラボを持たれてあそこに座ってらっしゃる山口先生がポストドクで来られて非常にいい仕事をされましたがそれとうちのですねキャフィー・ミールズがですねこの研究を行いまして実はちょっと細かいところはあの時間の関係でも飛ばしますが。 NMN、えー、がです、ね、少なくともマウスで非常に顕著な抗老化作用を出すということが分かってきたわけです。で実はですね、あこの NMN はですね、非常に素早いファーマコ・カイネティクスを持っています。マウスの場合、えー、腸管に直接です、ね、水溶液を入れると、わずか2分から3分で血中に NMN が現れます。 それで私たちはですね NMN にはトランスポーターが存在するに違いないということで最近そのトランスポーターの同定に成功しましてそれのノックアウトマウスを作った結果ですね確かにその NMN の取りこるみが落ちるということが分かりまして今そのトランスポーターの研究もしてるわけですねでそれと同時にですねこれだけプレクリニカルのデータが集まってきましたので NMN の今臨床研究をワシントン大学で えー、サミュエル・クラインというです、ね、あの糖尿病と肥満の研究の大科の先生がいるんですがその先生と一緒に行ってます。でそ,のそれを行って実際にですね被験者の方に飲んでもらう前に人でちゃんと本当に NMN が入っていくのかということを知らねばならないということで私のラボのメンバーが私をです、ね、モルモット側に使って何百ミリリットルも血を取ってですこれ見てくださいこう5分15分30分45分。 60分、90分、時々120分とか150分とかも取られて、大量の血液を抜かれてです、ねで、その NMN がちゃんと測れるかっていうようなことを調べたわけです、そうするとです、ね、見てください、これ5分で血中に現れて、15分にはもうなくなる、ところが、血中の、ね、PBMC っていうこの血中の細胞成分を取ってきて、NMN から合成される n ギ d の量を見るとです、ね、わずか30分で3倍にも跳ね上がる。 で60分後にもっと上がるということが分かりまして NMN が人でもですね非常に素早いカイネティクスで吸収されて NAD の量を上げることができるということが分かってきまして今これに基づいて、まあ,あ人の臨床研究をしているわけです。で実は NMN は日本では売られてるんですがべらぼうに高い。なので こっから先はまた万代にちょっっと持って最後ののほんの数分でですねじゃあそんなことを聞いてもね一体我々はどうしたらいいのかと思われてる方にですねちょっとあのヒントをお話しします。で人での検証はこれからなのでまずですねこの NMN を少しでも多く取る方法はあるのかそれから NMN に近い効果を得る方法はあるのかということなんですけれどもまずですね NMN を比較的多く含む食物があります。これはですね 去年発表した論文を見ていただくと最後にテーブルで出てますのであの知りたい方はそれを詳しいことを知りたい方それを見ていただければいいんですが例えば枝豆これビールと一緒に飲んだ場合どうかとかそういうことはちょっとよくわからないのであの聞かないでくださいそれからあのブロッコリーそれからアボガドですねもうなんかこうヘルシーな感じのものがこれ面白いんですけどフルーツとか野菜により多く含まれてるんですよ 肉とかですね、シーフードにはあまり含まれてないんです。だけど実はですね、もっと多く含んでいるものがあるんです。それはですね、血液。でこれ日本で例えばスッポンの息呑を飲むとか、台湾に行くとですね、非常に小さいこの通りがあってそこで蛇の生血を首をちょんと切ってですね、生血を飲ませてくれるところがあるんですけれども、昔からですね、血とかですね。 血を使っった料理っていうののは健康長寿につながってるものばっかりなんですよ、ね、で、最近考えてるジョークはですね「ヴァンパイアはなぜ不老不死か」っていうのを考えてこれちょっとジョークにしようと思ってるんですけど、まあ、あの血液から n m a を取る結果ヴァンパイアの視床下部の31が刺激されて、まあ、あの不老長寿かみたいな、まあ、それはジョークですけど血液がすごい量を含んでるんです。 で大体人の場合は計算でですね大雑把に 50mg くらい血液中に流れているので若い頃にですねこういうものをたくさん食べることであるあ,ある程度補充することは可能だと思いますですけど年を取ってきて高老化作用を得る量の NMN をこれらの食物で摂ることは不可能ですですから NMN を補充することが重要になってくるんですねでもう一つは NMN に近い効果。 を与えるものは何か一つはですねまずこれはですね実は運動ででにですねマウスでもヒューマンでも運動によって骨格筋中の難 PT の量が増えるということが知られています。でただですねあまりに激しい運動は逆に炎症を弱気するのであの老化にとってはマイナスになってしまいます。 でもう一つはです、ね、サーカディアンリズムを整えるこれは今日全然お話しできませんでしたけど NAD はです、ね、サーカディアンリズムに従って、えー、上がったり下がったりしてますマウスの場合は夜間人の場合は日中要するに活動期に上がるんですねですからこのサーカディアンリズムを整えてこの NAD のサーカディアンリズムを規則正しくするっていうことが実は非常に重要なんですがそれを行ういい方法はですね実は活動時間の初めに一番高いカロリーを取る。 平たく言ううとととでですす。ね、朝ごはんを食べななさいということですなんかこれおじいさんとかおばあさんのなんか格言みたいですけどで実はですねこういうことが分かってきたのが2014年くらいでして私はそれで私と家内はですねこれを実践するように今生活の,そのリズムをですね変えてまして実はこれはうちの朝食であの朝からステーキとかですねあのでっかい魚とか食べて。 そので昼も食べて夜は非常に少ないそれで大体8時くらいに食べ終わってそれ以降は水とかお茶を飲むだけであの食べないんですねで次の朝実は朝食を食べる時間が8時頃これはですね実はカロリー制限に非常に近い効果をもたらすことができるということが月種類の研究で知られているのはですね間欠的絶食っていいましてインターミッテントファスティングなんですけど 実はこれをやるとですね夜の8時から次の朝の8時まで毎日12時間のインンターミッテンドファスティングをまあこういう話を日本でするとそんなのは無理だと私はこう大体夜10時頃とか11時頃に帰って夕食を食べて1時には寝ますというような方がいっぱいいるんですけれども。 あのまあそういう方はですねちょっとこういう今日こういう話を聞いてまあ考えてみていただくだけでもまあいいかなとは思ってますちなみにこれデザートチョコレートで90%カカオのこうかなりでかいピースを食べるんですけどまあそれは置いといてですでこういう話を世界中でするとですね実はヨーロッパの国の人とかあと中国の人がですねいやうちの国に非常にそれをその物語る面白い 古くからの言い伝えがあるって言って話してくれたのが実はこれなんですこれはですね長寿健康の秘訣として各国に伝わるものなんですが Eat breakfast like an emperor ランチ like a king and dinner like a pauper これベガーですね古事記のことですでこれがですね、UK、あのイギリスになると Queen princess maid に変わるんですねということでですね まあこういう非常に最先端の老化のと寿命のメカニズムを理解を果たしながらそこで,で、恩子知心先人の知恵に学んでそこから、そこを言うところにも意味を見いだしてこの老化寿命のいわゆるプロダクティブエイジングの方法論を考え出す、考え抜くこれが,ですね私たちが私たちの研究室で行っていることですで。これらはですね ここに挙げましていろいろなもうワシントン大学のコラボレーターによってえまあ可能になった研究なんですけれどもこれが現在のラボでしてまあここでもう彼女はですねもう PI にな,りなって今長寿研にいますけれどもえ佐藤昭子さんとそれからシンディ・ブレイスがブラストおよび視床下部の仕事をしましてえここのえ吉野先生キャーティー・ミルズが NMN、えー、の仕事それからこのイタリアから来たですねアレシア・グロスシオが今 NMN トランスポーターの仕事を今完成させようとしておりますでこのショーン・ジョンソンはですね、あのー、今来年学位を取らなきゃいけないんですが学位取得後はですね神戸のグループにジョインすることになってまして彼が最近、えー、名古屋大学からジョインしたポストドクの時寿恭平君こ,れこの人は最近うちに来た学生さんの。 セシリア・レイという人この2人はですね老人性うつに非常に興味を持ってそれで先ほどどなたかそこで質問してましたあそ,うですその論文をですね読み込んでその老人性うつをどうやって研究したらいいかということを考えて今実験をしています。ということで今日は大幅に時間を延長してしまいましたが皆さんどうもご清聴ありがとうございました。 えー、今井先生、本当に、あ。のー い、えー、いろんなお話ありがとうございました、えー、時間をちょっと延長してしまいました最後までね皆さん本当に食い入るように聞かれていて非常に最後のプラクティカルなねお話もあって皆さん今晩からどうしようかななんて考えてる人もいるかもしれませんが今日一緒にこれから食事行くんですけどあいい質素でいいですね質素な <laughs> あのステーキはなしで本当にあの今井先生ビッグピクチャー NAD ワールドというビッグピクチャーを掲げてですね えー、アメリカに渡って20年この研究を始めて、まあ、学生の頃から,からずっとこういうことで考えやってたんですよ。で30年 立って世界のリーダーシップリーダーとしてです、ね、活躍をし、まあ、ますますこれからです、ね、日本とアメリカに行ったり来たりしながら世界を股にかけて大活躍されていくと思いますけど多くの今日来てくださった若い学生さん研究者の方非常に勇気をもらったんじゃないかなと思います。えー、皆さんにも きっとできることなんですえ、そういう思いを今日今井先生は自らの経験を通して伝えてくださったんだと思いますので皆さん勇気を持ってぜひグローバルなリーダーになるように頑張っていただければと思いますもうちょっと質問の時間はなしにしますけれども今井先生長い間本当にどうもありがとうございましたどうも皆さんありがとうございました <laughs> 最後に一言だけ付け加えますあの私いろんな国の学生さんとかポストの人とかいろんな下を見てきて思うのは 日本人の,あの若い方々は本当に優秀です。ですからただですねさっき言った方向づけとかビッグピクチャーをどういうふうに持つとかそういうことをいわゆるトレーニングを受けたことがないので分からない方が多いんですよ。ですから今日お話を聞かれてですね是非自分でトライされてみてください。きっっとあのこれからら、ね、10年いい経っていろんな分野で 日本の研究者が世界を引っ張っていけるような時代が必ず来ると私は信じています。どううもありがとうございました